チャンテルです。始めました、チャンテルの独り言トークです。いや、皆さんにね、今回ちょっと謝罪がありまして、600万人のファンの皆さん、毎日更新を目標にしてたチャンテルがなんと、4日間もサボってしまいました。ドラピだ。申し訳ないです。言い訳をあえてしたい。今日の天候さん荒れてんな。国民の期待を裏切るつもりか。もうあえて言い訳するのであれば、心をなくしてた、つまり忙しかった。いやー、でもね、今回からしっかりやっていきますんで。さっきもね、会話してて、ちょっと4日間サボってたって話したら、もう知ってるよって即答で言われました。会話中にこんなにふわっとこうかぶってて、もう4日間サボってた知ってるよって、ある程度の会話だったら、いや4日間サボってたんだよ、てんてん、いや知ってるよのリズムなはずなんだけど、思いのほか即答すぎてやべやべと思って、いや、まあまあまあやっていきますわ。じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。あー、やっぱいいですね、独り言トークだけど。独り言トークだけど、ね、でもね、ちょっとね、天の声見ましたよ。前回教えてもらってチャンネル、はい、ちゃんと毎日更新やと思って、毎日見とうと思って、はいはい、全部、いや6ドルまで、6ドルまで、全部。そうね、前回いろいろ言いたいね。で、まず思ったのは、はい、もう2ドル、第2ドルの時、第2ドルは俺初めて一人、そう、家で喋ったやつかな。夜に撮ってるやつ。あ、はいはいはい。いやいや、早すぎるってこう、天の声に頼るの。独り言トークっていうタイトルやねんから。そうだ、基本は一人の、一人でもね、もうその一人の第一回の時点で、不安すぎる顔がずっと不安そうなんですよ。確かに、なんかこれでいいんだよなって。やっぱ喋り相手がいなかったから。で、無理やりね、猿、出っ歯猿、そう、しかも開けてる天の声が、なんだっけ、あれ日本語で、そうのガチャポンで、あ、そうだ、あれが家にいるから、あいつを喋り相手でいつもね、カメラのレンズの上には、あれ、結局天の声に喋ってるやろ。早い早い。そうだね、確かに、それが一つかな。頼ってる感あっちゃって。そう、あと二つ目は、毎日更新が途切れの早くない。1週間続いてない。続いてない。7点の声が毎日見ようって見出してから更新が止まったから。あれ違うチャンネルだったかな。あれみたいな。サブチャンネルやったんかなと思ったから。やってしもうた。やっぱり記録に残るからね。そうですね。軽はずみなこと言うと。ちゃんと。だから確かに。ほぼ毎日更新とか。余白を作ってる。そうだね。余白やっとかないと、毎日っていうとマジで毎日だから。本当ですよ。いろいろこう、チャンテルの動画どうやったっていうのを言おうと思ってたんやけど、はいはいはい、玉数が少なかった。何が最新の回が前回の天の声のトークやから。そうだね。そこから何があったの。何があったの。あら、チャンテルどうしたみたいな。そうそうそう、みんなチャンテルが何をしてるか気になってるな。そうだね、600万人のね、600万人のファンが、何をしてたと思うよ、ちょっと、いや、そうっすね、何やってたっけな。忙しいかも。まあね、じゃあ忙しい抜きで言うと、撮影はちゃんとしてた。撮影はちゃんとして、10ドル放送までの撮影はしてんだけど、撮ったはいい。結局ね、動画って撮るのはすごい楽しいんだ。で、その後に別に僕は編集は嫌いじゃないんだけど、編集が大変で、すごい人だな。すごい、これ大丈夫かな。あれが今必死に言い訳をしてる時に、ニューヨーク警察から待ってないから、怒られちゃう。もうやべえわ、外行ったら捕まっちゃう。いや、でもまあね、撮ってはいるんだけど、で、結局編集が進んでなくて、やっちまったなと思って。だから今このこいつの中には10ドル放送ぐらいまで入ってます。あと編集してサムネイル作ってついてるわけで。でも大変やからね。いや、まあね、でも第1回でも言ったけど、やっぱその YouTube という荒波の中にね、飛び込んだのは僕だから、やっぱすぐ溺れた。すぐ溺れた。速攻溺れたよ。飲まれたな。飲まれたよ。だからそれに負けずとね、しっかりやっていかないと、再浮上していかないと。そう。でもやっぱ毎日更新やってるって、その当時言ってた時はやっぱね、その当時ね、先週やっぱみんなが、おおすごいねって、なんかやっぱ毎日更新って響きは全然違う。そらね、うん、なんか、おっ毎日やってんだ。やっぱりか、分かりやすく
く、YouTube 開けるたんびに、うん、こうチャンネルさんが新しい動画を更新しましたとか出るわけだから登録してたら、うん、だからやっぱピタッと止まった、ピタッと綺麗に止まったよね。あれチャンネルなんかあったの、スーンっていなくなった、ね、チャンネルの顔を入れとかないと、ね、みんなすぐ忘れちゃうわ、うん、すみません、本当にもう全国400万人のチャンネルがやばい、減った200万人減っちった泣いてるよ今、泣いてるわ。また200万人を囲い込みます。その前回の動画でこれからまたやってって、そこで反省とかをしましょう、この回はってなったら、もう天の声はそういうスタンスでこう、なるほどね、撮影に臨んだわけですよ。はい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 、ただこう振り返るものがさすがにそうだね、さっき言った球数が少ないし、そうそう、チャンネルも嘘でも怒らないだろ。いや本当に、例えば400万人のファンを代表してそうですね、来週はまたパトカー来ましたもう忘れちまった、全国350万人のチャンネルファン、どんどん減っていくやってやりますんで、また600万人そして700万人に増やします。やっぱたくさんコメントいただいて、いろんな発見をチャンネルはしていきたいんで、600万人のファンとね、やっぱさ、ラジオのパーソナリティの人はリスナーさんで、僕がおぎやはぎのメガネビーキとかはリスナーのことをリソナーとかクソメンクソガールとかね、で僕はね、やっぱこの見てる側の人600万人のチャンネルのファンと、これは言い続けようかな。なるほど、なんだかんだしっくりきてるからね、一番最初のあれから。まあ350万人減っちゃったけど減っちゃったけど、そう、600万人のやっぱチャンネルのファンは絶対どっかにいるんで、多分まあ愛の無知よね、一回離れる、チャンネル毎日更新じゃない、一回離れる、毎日更新してくれるんだったらまた戻ってきてやるよみたいな、そう、ツンデレだ、ツンデレなところあるから、 うちのファンはうちのファンちょっと大変なんですよね。まあまあ分かりやすく、いや、激減したら、うん、やってやんなきゃなと思っております。今回反省だ、渾身の反省の一言、今週の反省の一言、オッケーです、反省の一言、オッケーです、わかりました、いきます、じゃあ振ってください、チャンネル、はい、600万人のチャンネルファンに今週の反省の一言お願いします。忙しいとはもう言わない、もう言わない言わない言わない、また来週、また来週、来週は絶対毎日更新します。